はいどうも。おー、リュウタか。妖怪ウォッチプニプニ。今回もやっていきます。8日目前半戦ですね。ということで、追加妖怪でね、リュウタが来まして、まあ、滅竜系ですね。リュウタ格闘が来て、超アップ中、ZZZ の追加。必殺技いいね。デカプニ技ゲージ増加だからね。で、少し残るで追加スキルはね、デカプニ降ってくるだから、これも、まあ、悪くないね。そして特攻がなんと、ダブル特攻ですね。伏龍さんにも特攻だし、プニカミのショットで特攻ということで、すごい、しかもレベル3になるということで、1.2% いいんじゃないですかね。やっていきましょう。なるほど、リュウタか。で、ちなみに、お、特大特攻にもなると。プニットショットの特大特攻ということで。なるほどね。ちなみに特攻としてはさっき両特攻だったんだけど、これだね、伏龍さんに対してダメージアップ中、ダメージダウン大か。で、さっきも言ったけど、ここだね。今回は特大になってるという感じで。どうなんだろうね。最後に、レンが特大特攻になるのか、リュウタが特大特攻になるのか、はたまたなんないのか。まあちょっとこの辺も注目かな。はい、じゃあガシャ行きましょう。3アカツカッタムカキング攻略なんで、3アカやります。工場長91回。しかし土日で、ドロップが急に止まりました。前回もそうだったんだけど、なんか知んないけど、土日にドロップさせない攻撃を。されてきます。なんとか4500貯めて、そう、輪廻のレベルアップに使っちゃったんだよな。いや、ほんと今意味なかった。技レベルだな。あんまレベル関係ないな。輪廻レベル70にしちゃったよ。ほんと意味なかった。まあ今の輪廻ね、結構使えそうだったからやっちゃったけど。さあ行きましょう。一応3アカ回します。まあ、このアカウント一応レーンあるので、できたら3番目のアカウント出てほしいな。止まってもいいよ。ブルポンくん。博多華丸大吉さんたち。おお、硬い。確か映画で博多華丸大吉さんたちがイニマルデロンとネコキオペロンだっけ、なんかやったんだよね。確か。おお、さあ金。ラスト。まあしょうがない。まあ一応ね、このアカウントはレンがいるので、特大特攻になるまで待つかちょっと迷うところですね。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。元気ドリンクはね、19個でやんすね。はい、これは2番目のアカウントで、85回の5回。元気ドリンクはね、23個あります。このアカウント13個ドロップですね。行きましょう。で、このアカウントはちなみに、ジャエンとね、レン君両方持ってます。レン君はね、フルフルスペックにしました。ジャエンは王族だからな。今後使うか分かんねえよな。さあちょっとコインで運落としていきましょう。バカズキンチャンス来たね。バカズキンチャンス、落として、これおまじないだけどね。気持ちね、来てほしいな。そりゃうまくいかんわな。そうなんだよ。お、金。違った。そうだよな、この辺持ってないんだよな。シャドウサイド SS がすっからかんだな、この辺。仙台。あ、金。おお、ダークマスター。ダメだ、金止まれ。
おお金だったけどクロックレディ Z は来たか。 Z はでも 1% だからそれは来るわなっていうね。なるほどね、お祭り姫が一番いいのかな。はい、じゃあ3番目いきましょう。ただ一応ねこのアカウントは、はい、この2体持ってるのでラストチャンスでねたくさん揃えばクリアできるかもっていうのと、まあ、23個あるんでね、はい、ちょっとメインと2番目のアカウントは本当に期待してますね。じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで81回の5回で元気ドリンクがね14個、1個ねまた CM で落ちましたね。今回ワクワクボックスで4個目ですね、3赤だけど211で、はい、4回前半戦だけで4回落ちたから、このペースで後半も落ちてくれるといいんだけど、多分なんか個数制限とかプログラム入ってる気がするんだよな。今まであんまり1アカウント3個今まで落ちたことないんだよな。だからまあメインアカは2個落ちたからもう打ち止めのような気がするんだよな。なんか制限かけてると思うんだよな。さあ一応このアカウントも回します。このアカウントは特攻ゼロなので、あーでもサブアカだからあんまり妖怪持ってないので結構止まるはず。バタン球だ、最近バタン球使わねえな。止まってくれ、夢を見たいんじゃ。止まんないね、全然止まんなかった。ラスト金、あー天狗座ない合ってた、よく覚えたな。ということでまあ残念だったっすけどね、一応ラストチャンスもあるし、一応2日間特大特攻ね来た人はおめでとうございますって感じだけど、うん、まあラストチャンスでね ZZZ だから割と出やすいだろうと。であとねリュウタのねミッションが加わりましたんで、リュウタねゲットした人は1凸7凸のねチャンスがあって、で8回でね伏龍で、うん、S リュウタゲットできるのでいいんじゃないでしょうかって感じですね。伏龍倒せばこの辺のね G からスキルから神必殺までゲットできるので、うん、いいですよね。で一応ね私このサブアカ3番目のアカウントはね全くすってんてんなんで、まあ、Y ポイントはねあと20連ぐらいこのイベントでできると思うのでラストチャンスは頑張りたいんですが、基本的にねこの14個はメインアカウントとね2番目のアカウントがクリアするために使ってあげようかなと、はい、思ってまして、多分ねラストチャンス終わったらね特攻がうにゃうにゃってあるので、それでねこのアカウントはできたら10までねふみちゃんゲットしてこのアカウントは終わりで、メインと2番目のアカウントはね12までできたら行きたいけど元気ドリンクが足りるかなっていう感じかな。ちょっと追加できなかったけど、これでも3つね特攻持ってる人たちはとんでもない火力に、戦闘力40万ぐらいになるんだろうかね、はい、なってると思うので、まあ、もしかしたらねあのいいお助けとか他力ですねなってくるかもしれないので、はい、あれですね。であとさっきも言ったけどワクワクボックスからね、はい、今回4回ね3赤だけどね3赤で4回落ちたのでちょっといつもより落ちるかなということと、あとね今回スタンプがまだ9日目終わった時点でリュウタの追加完了で、まあ、ラストチャンスは3日間あるとしてもね10、11、12、13の分があるので、まあ、これ1個はなんか 30% オフガシャとか、あとはなんか ZZ、あ、ZZ&ZZZ&UZ 超アップじゃなくて出現率アップとかあるかもしれないけど、もしかしたらねなんか復刻とかもあるかもしれないので、でその時にね、復刻妖怪が小特攻になってくれると結構ねありがたいので、なのでどうなんですかね、
一気にそんな出血大サービスやるのかちょっと見守りたいなと思ってます。今回の何聴覚性リュータのあれかな、格闘版か、はい、そんな感じで来たので もしなんかね復刻が来たらそいつの小特攻を楽しみに、まあ、したいかなという感じですかね。なるほどね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そうだよね、まあいいでしょう。まだまだちょっと頑張ります。ちょっとレンもうやっちゃおうかな。レンがまあ1アカウントぐらいやっちゃおうかなっていうのもちょろっと思ってますけどね。はい、もうちょっと作戦考えたいと思います。残念。またお会いしましょう。さよなら。そう、ラストチャンスでいいと思う。ね。行きたい。我慢しよう。